ケッケッ、無駄だ無駄だ、ベジータだってそれやっても無駄だったろ。なあ、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。さっさとやろうぜ、俺がスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。いいぞ、お前と戦うの面白い、もっとやるぞ。そいつは光栄だな。何グズグズしてるんだ魔人ブー、そんなつまらんやつさっさと殺せよ。薄なら一時はどうなることかと思ったが、どうやら魔人ブーは平和に馴染んで暮らしているようじゃな。いいがった、大丈夫だと思ってたけんでよ、あのまま殺しちまったらもてねえかな。もったいない？人ブーのやつ、オラのスーパーサイヤ人3にも負けねえくれ強かったんだぜ。あいつがもしご飯やゴテンたちのライバルになってくれたらって、そんな風に考えたらよ、殺すんなんてもってねえじゃんか。はあ、もったいないからという理由であの魔人ブーを許そうとするのはお前ぐらいなもんじゃ。だってよ、ブーは悪いやつに使われてただけだしよ、ただの悪いやつだった思えなかったんだよな。魔人ブーもお前さんに対しそう思ったのかもな、ただの良い子ちゃんじゃないと。そうかもな。でもやっぱ魔人ブーともう一遍くれ全力でやり得たかったな。何にも気にせずにとことんよ。